国書総目録とは、古代から慶応3年までの間に、日本人により著述、編纂、翻訳された書籍の所蔵先をまとめた、岩波書店発行の目録である。全8巻、作引1巻。1939年、岩波書店創業者の岩波修行の発案により、1897年から1900年に、佐村八郎により刊行された国書会題を、 実質両共に両がする国書の開題目録として企画され辻善之助を編纂主任として編纂が開始された翌年には新村でが副主任として参加しその他森末義明一子定次亀田頭も加わった同年7月学会の有力者を帝国ホテルに招き開題目録の観光計画を公表して各会への協力を呼びかけた このように大々的に公表したのは、同年2月に津田総吉の岩波書店発行の著書が発禁処分にされ、津田と岩波が出版法違反で起訴されたことに対する抗議、弁明の意味もあったものとされる。その後各地から書籍情報のカードを100万枚近く収集すると、共に海外を各界の学者に依頼。地方、民族学は、柳田国を、神道は、 宮地直一、佐伯遊儀、仏教は、東道幸則、山が37、医学は、藤波豪一、経済は、土屋高雄が担当した。1943年には、第一巻を印刷し始めたが、1945年4月に、太平洋戦争による空襲で、組版作業中の印刷所が被害を受けたため中断し、書籍情報のカードを疎開させるなどした。 1955年、1050年を過ぎて社会が安定したこともあり、返参を再開。同年に、主任の辻が死去し、新村も返参から外れたため、森末、一子が中心となった。1957年、堤誠二が新たに返参に参加する。1958年、戦前より、事務主任を務め、企画の中心者であった、梅徳が、 交通事故死したことを契機に目的が変更され、解体ではなく、国書の総合所在目録を刊行することとなり、国書総目録としての編算が開始された。その後、1960年までにさらに約70万枚の書籍情報のカードを収集した後、戦前のものと合わせた約170万枚の中から、約50万の書籍を厳選して目録に収録することとした。 1963年に第1巻が刊行され、1972年に本文8巻が完成した後、1976年に作品が刊行されて全巻が完結した。またその後、1989年から1991年、2001年から2003年にさらに追加、訂正を行った固定版も刊行されている。目録に収録した書籍には、 以下の条件を設けている。もともとは、本書の編纂事務主任を務めた、梅徳の提案であったという206ページ。熊田厚美、三大編纂物群書類10個自類、遠国書総目録の出版文化史209ページ。この50万という数字はかなり水増しした数であり、熊田厚美は、実数45万以下と見積もっている243ページ。ありがとうございます。